阿弥陀教に聞くこれは「同胞新聞2018年3月号」から2019年10月号まで20回にわたり掲載された一楽誠先生のコラム「阿弥陀京に聞く」の録音図書です。一楽誠小松教区 宗園寺住職大谷大学教授第九回極楽の聖言3無三幕主の世界幕は悪主は趣該当箇所書き下し新宗聖典 百百二二十十七から八ページ「また次にシャリホツかの国には常に「シュジュの奇妙雑色」の鳥あり白光孔雀オウムシャリカリョウビンガ偶名の鳥なりこの諸々の主張昼夜六時に わげの声を出す。その声五根五力七五代分八正同分角のごときらの法を延長すそのどの主上この声を聞き終わりて皆ことごとく仏を念じ法を念じ僧を念ずしゃりほつ 何時この鳥は実にこれ財宝の諸将なりと思うことなかれ故はいかんかの仏国度には三幕主なければなりシ利リホその仏国度にはなお三幕堂の名なしいかに言わんや実にこのもろもろの主張あらんや みなこれ阿弥陀仏奉納をして千るせしめんとほして変化して成したもうところなりしゃりほつかの仏国土には未風もろもろの法の行儒および法の蘭毛を吹き動かすに微妙の声をいだす例えば百千種の額の 同時に共になすがごとしこの声を聞く者皆自念に念仏念法念僧の真を生ずシ利リホその仏国度には格のごときの黒く聖言を成就せり鍵括弧また次にシ利リホよ かの国には常に種々の珍しい雑色の鳥がいます白光孔雀オウムシャリカリョビンガグミョウなどの鳥ですこのもろもろの鳥たちは昼も夜も和げの声で鳴いていますその声はご紺ご力 七母大文、八正道文など仏の法を伝えますその国の主上はこれらの声を聞いて皆一人残らず仏を念じ、法を念じ、僧を念じますシャリホツよこれらの鳥は財法、財は罪、法は報いによって 鳥に生まれたと思ってはなりません。かの仏国土には地獄、餓器、畜生の三幕種はないからです。シャリホツよ、阿弥陀の国には三幕堂、道は道の名すらありません。まして実際に地獄、餓器、 畜生としての鳥がいるはずがありませんこれはすべて阿弥陀仏が法論、論は音を線流、線言の線に流は流れるしようと大思いになって形をとって表されたものなのですシャリホツよかの仏国度には微風が もろもろの法の行儒や法の羅毛を吹き動かして微妙の声を出しています。例えば百戦首の音楽が同時に響き渡るようなものです。この声を聞く者は皆自然に念仏、年俸、年相の真を生じます。シャリホツよ。 阿弥陀仏の国土にはこのような功徳将軍が成就しています。鍵括弧閉じる。今回も阿弥陀仏の極楽世界の将軍功徳が説かれる部分です。極楽には様々な鳥たちがそれぞれに和気の声、美しい声で鳴いています。 その声は五根五力七五大文八正道文など仏の法を伝えると言われます言葉の細かい説明は省略しますが鳥の声が仏の働きを知らせてくるのが阿弥陀仏の世界なのですですからその鳥たちの声を聞いた者は 仏を念じ法を念じ僧を念ずることになると説かれます不思議な鳥がいるものだと思われるかもしれませんが私たちの世界と対比すると分かりやすいと思います私たちには鳥の種類にも鳥の鳴き声にも好き嫌いがあるのではないでしょうかまた 人間にとって利益があるか害をもたらすかで液長と害腸を区別することもあります。鳥自身は命そのものを生きているにもかかわらずです。阿弥陀仏の世界は命に価値づけはありません。どんな命も輝いているのです。 極楽に生まれたものは、阿弥陀仏に出会うところに、鳥を分け隔てする心から解放されるのです。それが鳥のさえずりを聞いて、仏を念じ、法を念じ、僧を念ずると評されています。仏、法、僧はまとめて三方、 と呼ばれます「仏は詳しくはブッダ」「仏は仏」「だ」は阿弥陀のだ」といい古いインドの言葉である「ブッダ」の恩赦で「目覚めたもの」を意味します。「法」は法則のことで「ブッダが目覚めた法」を意味します。インドの言葉では「ダルマ」 あるいはダルマと言われ恩写してダルマダルは到達の立つ、マは磨くと書きます。そうはサンガの恩写でそうギャそうは僧侶のそうギャはガランのガと書かれます。仏法によって開かれる和合した関係を意味します。 この仏法僧に帰依することを三帰依と言います仏に帰依するとは単に仏陀個人を崇拝することではありません仏陀が目覚めた法に帰依するのです人間がなぜ苦しみ傷つけ合うのか そこには法則があります。ブッダはそれを教え、苦しみ傷つけ合うことからの解放を呼びかけます。その教えによって開かれるのが、調和した関係、三が、です。人間関係だけにとどまらず、自然界の動物や植物たちとの関係も、 おのずと変わってきます仏法僧の三方に帰依して生きることが自然に成り立つそれが極楽世界の環境なのです。言い換えれば憎しみや妬みの言葉が飛び交う環境の中ではどうしても憎しみや妬みに支配されやすくなります。 環境の持つ重さについて考えさせられます。ここでもう一つ言われているのが、阿弥陀仏の世界には、地獄、ガキ、畜生という山脈種、山幕堂、閉じが存在しないということです。山幕種は、 人間の欲望が作り出すもので苦しみや不満や争いという形をとって現れます鳥が鳴いていると聞くと極楽世界にも畜生がいると考える人もいることを見越して三幕主がいないだけでなく三幕主という言葉すらないことを 念を押しているのです「鳥の鳴き声によって仏を念じ法を念じ僧を念ずる心が起こるのも阿弥陀仏の聖言であり功徳であることを釈尊は教えてくださっています」。第九回終わり